僕は範囲が広いから、うん、また刺されたあ痛っあっと思いながら何回もやらなきゃいけなくてそれが大変だったんですけど曲間の量が多すぎて気分悪くなっちゃって、うん、ありそう終わってからぶっ倒れたんですよね。うん、ふらっとこんにちは美容整形ちゃんです。今日は東京美容外科の麻生先生とコラボさせていただきます。イエーイ2回目です。よろしくお願いします。今日麻生先生に拝見したかったのはやっぱ植毛ですね、はい、3回されたんですよね。そうですね、昨日実はやったばっかりでだから2日間続けてやったんですよ。そんなことできるんですね。はい、この辺植えてちょうど今植えたばっかりだから見てもらったらよくわかるかな。すごい全然綺麗ですね。フランスでされたんですよね。そう、フランスでして、後ろが取った部分ですか。この辺が取った部分と、うん、こっちも取った部分で後でアップで写真撮ってください。 ありがとうございます、はい、どこに植えたんですか。ここら辺から後ろからこの頭頂部の頭、前回は前に植えたんですけど範囲が広いんで、うん、何回もやらなきゃいけなくてそれが大変だったんですけど本当は僕は全身麻酔を押してるんですけど、植毛でですか。植毛で全身麻酔しないって感じですか。私起きてましたよ。ずっと痛くないですか。全然痛くないです。痛かったですか。あの一応ブル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 って震える針があるんですけど、はい、あ針じゃねえわ、なんかブルブルペンありますよね。ブルブルペンみたいなのがね、当ててブーって、ブーってやってる時に針を刺したら痛くないっていうのはあるんですけど、ちょっと痛いじゃないですか。私全然痛くなかったです。それも全然余裕ですか。余裕、男性女性で痛みの感じ方違いますよね。痛いで、どこが痛いですか。いやもうブスブス刺すじゃないですか。もうここからこう、もう頭、僕範囲が広いから、うん、また刺された、あ痛っあっと思いながら頭に麻酔して、その麻酔が痛いってことですか。そう麻酔が痛くて、ね、本来は静脈麻酔でふーっと意識が落ちた時にバーって麻酔をして痛くない状態で始める、うん、でなんか目覚めてきたなと思ったら痛くないからなみたいな感じがいいと思うんですよね。だから静脈麻酔と、まあ、局所麻酔でいけるかなとは思うんですけど、範囲にもよると思うんですけど、範囲が広い場合はもうやっぱでもなかなかね長い時間ですよね。そうです。だって私こことこのつむじのらへんで1750なんですけど、それで4時間ぐらいかな、うん、起きてると痛くはないんですけどちょっと疲れる。あと部屋がすっごい寒くて。寒くないですか。そんなことはないですか。そうだね、たまたまそこは寒かったかもしれない。たまたまでもさ、あんまり暖かくすると髪には良くないんでね。死んじゃうんですよね、うん、なんか、うん、毛根がね死んじゃうんですよ。僕ちょっと今ラグビー見るときに炎天下に行ってしまって大丈夫かな。それはちょっと死んじゃうかもしれない。帽子をかぶってたんだけど暑いと思って1時間ぐらいかな。ちょっとそれが心配要因ではあるんですけど、植毛した後の日焼け絶対ダメ。日焼けっていうか日に当たると死んじゃうんですよね。そうです、あの紫外線でもう絶対死んじゃうから、うん、もう植毛した後絶対帽子ですね、うんうんうん、私植毛をトルコでしたんですけど、はい、トルコでしてその後に食事誘われたんですよ、うん、病院の人に、うん、で食事に行ったらそこすっごい太陽当たる場所で、うん、帽子持ってないけどガンガン太陽と多分2時間ぐらい直射日光来たから、うん、やっぱり大丈夫かなとか思ったんですけど、でももう今4ヶ月目でがっつり生えてきました。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと見せてください。うわ、4ヶ月目ぐらいで出てきますね、うんうん、みんなはなんか4ヶ月から生え始めるって聞いたんですけど、私もなんか3ヶ月半ぐらいでも結構生えてきてて、うん、最初ちょっと毛が残ってて、ね、全然これ伸びないから3ヶ月ぐらいはマジこれと思って生えてこないでしょこれと思ってたけど、ちょっとこの辺が生えてきて、でも僕4ヶ月とかじゃなかったら半年ぐらいかかりましたよね、うん、ここが伸びるのに、まあ、でも年齢によるって聞きました結構。あ、そうか。だからもうあの元気ダブルスコアだから若いうちにやった方がいいってことだよね。だからって言ってましたね、うん、私が植毛したところは。まあでもあくまでトルコだけでしかやったことがないので、うん、いやトルコでは局所麻酔なんですね。
直射麻酔ですね、最初にそれこそ静脈みたいなのしてちょっと落として、さっき先生がおっしゃったようにブスブスブスってやって、でもその時の意識はなかったですよね。ありました。あった。全然あれ眠くならないんだけどって言って、うん、眠ってない人初めて見ましたって言われて、麻酔普段してるから静脈麻酔とブルブルと局所麻酔で、まあ、それを併用したらまあできるかなって感じなんですけど、僕は食麻の量が多すぎて気分悪くなっちゃって、うん、ありそう、終わってからぶっ倒れたんですよね。ふらふら、まあ、迷走神経反射だったかもしれないけど、よく貧血とかで集合しててぶっ倒れる子いるじゃないですか、うん、あんな感じ頭真っ白になって、あ、これがあの時学校で倒れてた子と同じかみたいな感じで倒れたんだけど初めての経験であれしたびっくりしたんだけど、そういうことなる人結構いっぱいそうだから、それ考えたら静脈麻酔がいいのかなかもしれない、ね、静脈じゃなくて全身を押す理由って何ですか。もう本当にもう怖いから動きたくないってことですか。もう全部怖いから、もう寝かしてもらって目覚めたら終わってるっていうのがやっぱり理想だけど、多分そんなことのために麻酔科医は来てくれないからもっと命の重要なやり取りのね手術に麻酔科医もつきたいだろうからこいつの職務かよと思ったら料金倍取られそうなまあまあそれはありそうですね。麻生先生ね、範囲が広すぎる、まあ、そうですね、全部です、全部全部です。でもなんか職務できるぐらい毛が残ってると思わなかったですここら辺、いやもうここら辺はほぼなくなりますよもう横と後ろはもうどうでもいいんですよ、うん、なんでかっていうと要するにいらんところにあっているところにないっていうアンバランスなんですよ、うん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 、ここ残してもしゃあないやんけど、僕だから職も前じゃないけど普通に髪の毛なんで伸ばさないんですかって言われると、伸ばしたらもうただのミッキーマウスみたいなだけですよスヌーピーかミッキーマウスみたいになるだけだから伸ばさないんであって、どうして麻生先生はスキンヘッドなんですかって、いやいや伸ばしたらどうなるか分かるやんっていう、これをここに持ってきたかっただけなんで。今度からここだけ生えるってことですか。そうですそうです。なんかロックバンドの人みたいな感じでまあ別にモヒカンみたいな感じでもいいし、もう全部なくなっていいんですよ、横と後ろは。前から見てのところが重視ってことです、ね、重視。生え際はもうちょっと下げたい気持ちはあるけど、ここは欲張ってはいけないんですよ。毛が少ないから欲張ったら大変そう、うん、ダメなんですよ。ここ生え際をここにしつつここカバーできれば、うん、もうそれで十分で、ここがないと本当額縁の上だけ外れたような感じに思うんですよね、うん。